PC エンジン04ジャンプ2 103、104、105枠目のコンティットさん、5個目さん、コーヒーさん、黒金さん、9個目さん、おはようございます。本日も1日よろしくお願いします。 PC エンジンが好きな一人が来場しました、はい、PC エンジン好きな人いらっしゃい。猫じゃらしさん、おはようございます。500プトニコに広告しました。インドさん、ありがとうございます。おはようございます、シャンドルさん、おはようございます。はい、今日でクリアなっちゃうかな。広告貢献1位、カズサトシキさんが2300プトニコに広告しました。おはようございます。今日の課題は15個目さん、バーストさん、おはようございます。赤戸大門さん、おはようございます。あ、まあお金は稼がないといけないね、寿司でね。黒田花さんが1000プトニコに広告しました。寿司で稼がないといけない。 PC エンジンチャンネルの朝波04チャンプ2からワコツンです。警備員チャンプ、 PC エンジンが好きな一人が来場しました。毎週見てたら車はリアル車なんですか。リアルロードスターだった。珍獣青森さんが600プトニコに広告しました。お腹森さんが一番さんはよ。リアルクルアをね、ロードスター。ありがとうございます。さあ、寿司でも行くか。チャンス。よし。おっと。広告貢献1位、俺の寿司、おー、やった。俺だぜ、俺の寿司、俺の寿司は、うわー、スカハゼがねえのか。30個目さん、おはようございます。俺が食べた寿司はどれだ、俺の食べた寿司は、俺の食べた寿司はどれだ、俺の寿司は、俺の寿司は、俺の寿司は、ああどれか当てよう、当て当て当て、俺の寿司はよ、俺の寿司はよ。おうおう、うわ、もったいないな、これ500ドルなんだ。おお、俺の寿司、広告貢献1、ヘタレガメアさんが2500プトニコに広告しました。ありがとうございます。俺の寿司は、オッケー、やった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 ぜ、うまー。俺のお、俺の寿司、うわあ。広告貢献1、ヘタレガメアさんが2700プトニコに広告しました。俺の寿司、もう一回寿司、ちょっとジャス、昼ご飯も寿司ですか。昼も寿司だよ。タレゲーマーさん、ありがとうございます。おーれー、40個目様です。あらら、俺の寿司は、俺の寿司は、男前、俺の寿司。一発で当てたらチップ杯いくらもらえますか。一発だと3万ぐらいですかね、ひょっとして。2発で1万でしたからね。今シーズンはまだ一発はないかな。俺の寿司は、俺の寿司は、 PC エンジン好きな人いらっしゃい。俺の寿司は、ああ、ああ、俺の寿司、寿司、俺の寿司はよ。あれ、いいこと足りないのね。俺の寿司はよ、俺の寿司はよ、男前。あ、ということでエビがいらないのか。俺の寿司はということはエビがいらない。
ということで。寿司三昧。タコトラ当たりってこと？タコウニが当たりか。タコウニが当たり、卵も当たりってことは。卵、タコウニ、卵、トロ、あ、トロがもう一回じゃん。俺の寿司は、男前。あ、違う。俺の寿司は俺の。あれ、エビ入ってんの？俺の寿司、俺の寿司は一個だけないんですよね。一個入れ替えりゃいいのに。俺の寿司は青、俺の寿司、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 寿司。俺の寿司はよ、俺の寿司、ウニとタコが入ってる、俺トロが入ってないな、よおお、俺の寿司、あ、石井先生、俺の寿司は。おーと、お前。広告貢献さんで、寿司太郎さんが、俺の寿司。チラシ寿司なら、俺の寿司。アイケルバカ様です。俺の寿司は、俺の寿司は、男前。今年の大谷さんの寿司が決まりですね。俺の大谷で行きますか。俺の寿司は俺のもの。俺の寿司は、あれ違う。俺の寿司は、俺の寿司は、あ、カッパー、あ、別に、あ、いいのか。俺の寿司、俺の寿司はよ、俺の寿司はよ、おうおう、あれ、どうな、俺の寿司はよ、おうおう、俺の寿司、あ、違うな、ウニが、俺の寿司は、おお、あ、違うな、ウニがあそこだと、トロが、いや、違うな、ウニ当たりじゃないの、おお、俺の寿司は、男前、ウニ、違うな、ウニが当たってると思う、ウニが当たりで、俺の寿司は、俺の寿司、ウニが当たりだと、トロが、一番、あ、違うな、トロが当たり、俺の寿司は俺のもの、こうか、こうか、俺の寿司は、あ、違った、全然違う、うわー、2個になった、俺の寿司は、あー、あー、俺の寿司、俺の寿司は4、やっぱエビが当たり、俺の寿司は4、俺の寿司は4、俺の、あら、俺の寿司は、いい先人的な人いらっしゃる。俺の寿司は、
男前、エビがトロ入ってる。俺の寿司、俺の寿司は俺の、俺の寿司は俺のもの、俺の寿司は俺の寿司はどれを食べたんだ、当ててみろ。寿司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 、あと俺の俺の寿司はよ、俺のあら俺の寿司はよ、俺の寿司はよ、おうおう男前、俺の寿司はだーし。ヨーソルさんおはようです。俺の寿司、トロがじゃあ3番目か、トロが3番目で、俺の寿司、あ、ちょトロがまあ1番で当たってるから、ね、俺の寿司は、俺の寿司は、俺の寿司は、男前。ここで違う、ここで違う、ここで当たりだ、卵当たり。俺の寿司、俺の寿司は、俺の、俺の寿司は、俺の寿司。俺の寿司は、俺の寿司は、俺の寿司は、俺の寿司、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 俺の、俺の寿司はよ。まだね、お金がない。お金足りないから。俺の寿司はよ。お金か男前。あれ待って、卵はあそこで、卵はだまだ、俺の寿司は、俺のウニトロが逆じゃダメだから、ウニ寿司を見に来ました。ありがとうございます。タカさんおはようございます。和骨レース、あんなつまらないミニゲーム、ハート回し、後回し、カッパトロかレース、あんなのサブゲームですよ、わら。いや、そしたら前の2個と順番違う。やっとトロは何やろ、トロ、トロ卵で、カッパウニ卵、あ、ポカポカ。俺の寿司は、おー、どうも。よし、どうも。よーし、最後、晩の、晩飯は、晩飯も寿司だね。朝、昼、晩。やります。全体の 5% ぐらいですよ。04はね、 5% ぐらいあるかな。広告貢献4に、高さん4400プトニコも届きました。俺の寿司は、俺の寿司は 5% もあるの。 5% もあるかな。位置が当たったってことは、タコエビ当たり、糖質型、俺の寿司は、ラン、ラン、俺の寿司は、そうです。アガト大門さんが7600プトニコに広告しました。広告貢献5位、タカさんが2300プトニコに広告しました。あ、惜しい。俺の寿司は、チャンナさんおはようです。ねえ、飽きるまで寿司食いたいね。寿司、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 俺の、俺の寿司はよ、俺の、あー、あれ、あ、たまちゃん、たまげ出なかった、間違えた、位置を間違えた、自分が見た位置、いや、もったいないわ、2番目と2段目と勘違いしてた。俺の寿司は、俺の寿司は、俺の寿司、エビがだって、エビはさってんだよね、エビはちゃう、違うな、俺の寿司
ですよね。違うな。俺の卵違う？卵じゃない。タコが違う。俺の寿司は。真ん中二つ目。私の最近寿司も最高派30皿でした。30皿？すごいな。私10皿ぐらいですよ最高。マックと寿司ばっかり食ってたんだろうな。マックと寿司ばっかりかな。俺の寿司は俺のもの。俺の寿司、あ、トロエビだったか。あそこ当たりで見て、卵だな。俺も若い時は30も言ってた。すごいな、30とか60巻。よいしょ、60巻のナショナルアイコンのカッパ。デスラーカッパ巻き。俺の青い顔のカッパ巻き。あーっと、俺の寿司は、俺の寿司は、あと警備員のバイト頑張ってたスタッフがいたんですね。そうかもしれないね、警備員を。あ、減った。俺の寿司は、俺の、俺の。カッパ入ってたね。俺の寿司は、トロの位置が違うのか。俺の寿司は、俺の寿司。あれ違う。俺の寿司はよ。タコが入ってんのか。寿司はよ。あ、そもそもエビが違うのか。エビの位置違う。俺の寿司は、ドロ普通にタコ、これでいいのか。あ、やっぱりエビに騙された。いけますね。すごいな、60巻アラジルも食べた。俺の寿司は何を食べた？何食べた？あら、違う。俺の寿司は、俺は何を食べたのか？あー、スシローはないですね、ここは。くら寿司しかないですかね、ここ。かっぱ寿司ってあったっけ？かっぱ寿司はあるな。くら寿司ある。くら寿司はまあできたの最近ですけどね。あ、かっぱ寿司はもう潰れちゃったか。あそこにあったけど。今、くら寿司しかないわ。回転寿司。俺の寿司はよ。すべてのこと。あら、これ3個だから。食べた、なぜ延期するの。食べた、この野郎。卵入ってないな。カッパは違うな。となるとエビが当たりとなると、エビ、俺の寿司はクリリン先生。卵は何かね。俺の寿司は、俺の寿司。あ、違う、トロが出たな。トロ、まあ発売してくれたらいいんだけどね。発売しないのが一番ダメだよね。寿司は、俺の寿司は、あ、2個。
モンスターメーカーの更新まだかな。寿司寿司寿司、俺の寿司はよ、男前。そうだね、両方6点欲しいな。ゲームの人がこの画面から見てレースゲームだと当てたら天才です。あー、タコは違うか。いや、タコは入ってんな。タコは2個に減ってるからタコ入ってんだよ。タコ入ってが、そこで絶対 PC の延期の言い訳がひどかったですね。もうひどかったね。あら、違う、あれどう違うのか。じゃあエビオに当たるか。カッパエビ、はい、97個目のマイクです。俺の筋は俺のもの、あ、ようやく当たった。俺の寿司は、そうそう、人工状況全く当てんなんないよね、あれね、ほんとに人工状況全く当てんなんない。あまり稼ぎなかったな。じゃあ疲れたからお口直しにウィンビルに行くか。おのれい食べた、ね、進行状況あれだけで明けかのロード画面より当てにならない。なんか04は半分以上寿司と警備な気がします笑 90% とかもう全く当てにならないよね。エニシャベになんかもう発売日決まっても本当に出るかなって不安だもんね。直前で発売延期とかあるからね、本当に。ニワトリちゃん来たー、ひどいよ、本当に。あー、もう来週出るんだなと思ったら、1週間前で延期かよみたいな。次延期した紙を全部そろそろに浸してやったものタクターでしたっけ。そう、全くもう痛くも痒くもない公約ばっかりだよね。嫌いなハンバーグを食べる、本当好きだろお前みたいな坊主になるとかハンバーグを食べるとかさ、お茶を飲むとか絶対飲める飲めるだろう、本当に食べる好きなものじゃないのみたいな。怖いってゲーム業界追放とかないの見たら本気でやるかもしれない。マジ怖いじゃないんだよ、マジ怖いみたいな。これがメインゲームです。あっ、しまったいやー、ちょっともう一回食べた、よし延期だ。ちょっと思ったんだけど奥の観客たち妙にムキムキだわ。アメリカ、ラグダマがどこで売ってますよ。ダックスハンバーグ、大きくなれよ。確かにムキムキだ。アメリカの人は結構筋肉質の人が多いな。はい、いらっしゃい。ああ、そうですね、畑仕事で結構筋力使いますからね。ああ、もうどっちももうね、コーツつけがたい。ダックスバーグもダックスタコスも。みんな暑すぎですね。まあ、暑い夏なんでしょうね、ここの時期はね。
りかカンカンしても飛びませんよ。あこれ訓練されてますから。120個目様です。惜しかった惜しかった。ちょっとチキンジャンプなかなか大変な釣りが来場しました。チャージャーも高いからな。あそこを完全制覇すると1時間かかるし、やっぱ寿司になるんだよな、こうなるとお金を手早くか稼げるのは。両方とも隠し味に謎の白い粉が使われてます。白いあの秘密のパウダーが。よし、おお。俺の寿司は、警備がね時間がかかるんでね。稼ごうと思ったら、あれが1時間ぐらいかかっちゃうので、ね、1時間時間かかるからね、そこ。ニューヨークが。時間がかかる上にボス倒しちゃったから。そうそう、倒しちゃったからな、ニューヨーク。まああのロサンゼルスだったらまだいいかもしれない。ロサンゼルスは7000円入るけどね。ロサンゼル15分ぐらいだっけ。15分がそこら辺かな。競輪からすごくクリアしちゃいましたからね。まだロサンゼルスだったらまあいいけど、卵は入ってたよね。卵入ってて、なかったってことは、エビ、タコ、あ、まあ、星を倒したならゲームクリアですね。じゃあロサンゼルスにもお金を持ち帰りますか。寿司は、俺の寿司は、じゃあウニ、タコ、タコじゃない、ウニがここで、あ、違うな、卵がじゃあここで、卵があそこで。最後にやってきますか。卵があそこで、でエビがやってないところですかな。あれ、カゴメ倒したのになんでこの枠続いてるんですか。俺の寿司、まだまだカボネ倒しても犯罪者はね山ほど出てくるから、山ほど出てきますからね。でエビ当たりとしたら、卵ここでエビ当たり、俺の寿司でウニかっぱ、寿司が、いやー違うんだ。いやエビとウニはあれなんだ。寿司ということはトロとタコが当たりってことだ。トロ、俺の寿司は男の俺の寿司はよ。あ、じゃあカッパが当たりだな。カッパの位置は当たりだったか。寿司、俺の寿司はほら、俺の寿司は、俺の、あー位置違うのか、カッパの位置違うのかよ。それで卵の位置が当たりだったのか。あれ違う？あ、卵とタコの位置あそこでかぶってたわ。あ、どうでいくか。あ、じゃあタコの、あ、タコの位置かよ。下手なシミュレーションゲーム、プレイ時間が長いですね。そうですね。15分で終わるシミュレーションかな。そんなシミュレーションあるわけないだろう。あるんだな。俺の寿司は、俺の寿司は。はい、アラプロスの模様です。そういえばお笑い漫画道場でおなじみの富永一郎さんが亡くなりました。
あーまあね、96歳だったらまあね、大往生ですね。ご冥福をお祈りします。俺の筋は俺の筋。あ、違う、減ったってことは、じゃあカッパ当たりか。カッパが当たりで、いや、ウニが入って、ウニが仲間入り。よいしょ。どうすん。おう。連日不幸続きなのが悲しいですね。そうね、最近多いですね、もう、ここがね。俺の筋は。あら。俺の筋はということは、ウニとタコが当たりか。ウニとタコが当たりねえか、タコは。俺の筋は。うわー違うのか、ウニが当たってたのか。ウニの位置が当たりで、卵。人間的な警備員もいたらところですね。2、3回うろついてすぐに帰ってはいかがかと。そうですね。この BGM 耳に残りません。あ、嘘これ違うの。ウニの位置は当たりだから、俺の寿司はよ。え、あ、タコの、タコが、え、違うな、タコ違うな。ウニが当たるのかな。あ、じゃあ、タコ違うのか。タコ卵か。よいしょ。残りますね、これね。いや、腹いっぱい。どうせならまだ、早く終われる。早く終われて短時間で稼げる。サンデルスの方がいいかな。いや、電波でボスだけちょっとやって帰るのがいいんじゃないの。3000ぐらいもらえなかったっけ、これ。ジャス、ここボスだけ倒して、カウボーイだ。暴れ牛だ。一枠で黙った、変わらないチャンネル、それが PC エンジンチャンネル。やっと本編に見えましたね。もうやり込みを、やり込み本編で見よう。あ、三撃だ。かのような安心感。カウボーイさん、レベルアップされた。カウボーイはなんか悪いことしてたのに。悪いカウボーイだった。守らん。暴れ牛だ。あ、お面つけようか。よし、これで寄ってこないだろ。あ、動物は寄ってくるか。人間の敵は出てこないだろう、もう怖くて。殺し屋だ。あお。おめもスペシャル。よし、こんなもんかな。2匹ボス倒したらどうかな。おいおいだ。守らん。賞金首だ。よいしょ。これでいくらもらえるかな。ボス3匹で。どうも。あ、4000ドル、
点取るね。チャンス。ボス2匹だったらどうなの。あそこまで行くとちょっと。マシュージョン上回しスペシャルプラスアタック。時間的にはこれが一番効率がいいかもしれないですね。投げ流しだ。賞金首だ。賞金首も通常攻撃一発だ。オン。2匹。あーこれだと2600か。3匹倒しとこうか。賞金首を退治するとその分の賞金が上乗せされるのかな。まあ高いのは賞金首。あのボスは高いです。高そうですね。考えないから早いですね。早いですね。寿司はね大金を手にできることもあるけど考えてたら長いですね。割と艦長弱い。やっぱりそんな威力ないですね。守ら。雑巾が良いですか。雑巾とかがいいですね。右側のはなかなか安心なゲームですね。この仮面には意味あるんですか。メモリスペシャル。なんか気持ちいいエンカウントが抑えられてる気がする。気持ちね気持ちだけだけど。結構歩けてるから、なんか何だか減ったような気がします。怖いと。大丈夫。一匹賞金首がいたからどうかな。やった5000。やっぱ賞金首が高いわ。賞金首がいいとその分ね。よし、もう2回行けば4万貯めてビッグターボが1個買える。バボラー。あ、そうだ、ごめん。悪インディアンだ。ボスで苦労するより賞金首大事ですね。よいしょ。いや、ボスはもう二度と出てこないですよ。はい、相手は先週一回やってもう一回倒したらもう出てこなかった。こんにちは。じゃあ55個目されて。もうしかも ボスも黒、あのクロロホルムで昏睡させたらもう一方的に殴れるんで、別に苦労したんで。ならぬものだ。155個目されなさい。ボスは先週昏睡で仕留めました。い
いやまさかボス相手に昏睡強盗できるとはね。昏睡強盗で寿司が平均すると獲得金額は警備員と変わらなさそうですね。クロロホルムで一方的にボコれる言葉にするとなんてひどい所業今原福生が収めてますからね。いやいや、あ、しかしまだあそこはね平和な、ボスはボスが死んだためにね、 逆にこうザコがねのさばってる怖いビルになってるんじゃないですかね。寿司はねちょっとね時間考える時間があるから、それを考えると効率的にはこっち、ここが一番いいかもしれないですね。クロロホルム派帯の女性ですよね。あら3800円ですか。あ、そうか、さっきはあれだったね、賞金首がザコでもう一回敵出てきた。敵を倒しても経験値しか入らないのか。アリキン奪わないなんてさすがキャンプ派紳士だな。新しい権力争いが、新しい権力争いが始まってるかもしれない。アパリ撃った。箱場宗教だ。スペシャル。ワルインディアンだ。ワクバイト。165個目じゃねえ。アパリ撃った。おう、レベルアップ。おめえもスペシャル。ガンマンだ。三三七拍子が打てそうで打てない。投げ直した。わらわら大丈夫。賞金首だ。よいしょ。賞金首他に固定でいなかったっけ。どうも、お前、お、ビッグターボ買えるんじゃないこれで。よいしょって。お前、ビッグターボこれ、いっちゃう。ビッグターボ2個買ってなかったよ。ちょっと待って、一旦セーブしとこう。セーブ。オッケー。おー、もう、4万近く稼いだ。40分で4万円。4万円じゃない、4万ドルだから。4万ドルだからね。すごいです。400万近くは出ない。40分で4万。よし。400万円以上稼いでる。40分で。お、名作ですね。お、169個目だよね。よし。エグい稼ぎ、わら。これを。よいしょ、ビッグだよ。ビッグだーも。やり込みあるゲームでしたね。そうですよ、隠し顔もね、さ、の間違いでは最初のショップの車全部買ったらね、隠し顔も出てるし ね。いやいや、名ですよ、名のある方。え、そこまで行ってないじゃないっけ。300円ってあった、300円の時代ってないよね。そんな円安だったことあったっけ。最終決戦はどういうあれだったっけ。
一つ3台全部使うんだよ。昭和40年代かな。わら。最終決戦は速そうでもない車でもチューンで結構いけるのが良かった。最終決戦は3台全部使うんだったような気がするんだけど、どうだったかな。勝てなかったらもう一回バイトかな。あら、カルタスを魔改造してたわ。カルタス改造してた。このゲーム04とかのミニゲームも入ってて、お得感がありますね。まだ固定為替時代ですよね、このゲーム。いやいや、そんな時代だから固定の時はいつですか。1ドル300円か。対戦直後ですね、わら。対戦直後ですか。これは92年ですよ。あ、93年だ、これ。93年ですよ。RPG。よし。はい、182個目さんでしたよ。し。よし、これで最後だ。全米ジャンプに挑戦するぞ。ピッポピッポ。もしもし、ラックスだけど、全米ジャンプとの試合を組んでくれ。なんだと？コブラとの試合だと？バカも休み休み言え。貴様なんかが勝負できる相手じゃない。コブラって全米ジャンプのことか。それともラックス軍隊で、あの有名なラックス軍で有名なコブラ3兄弟のことか。そうだ。どっちの方だよ。違う、全米ジャンプのコブラだよ。俺はそのコブラに挑戦する資格があるんだぜ。最初に出てきた怪人も倒しましたよ、とっくの昔に。もうサクッと倒してますよ。ね、見逃した方は腰つべに上がってますんでご覧ください。各コースのボスに勝ってメダルを3枚集めれば挑戦権が得られるんだろ。あの三兄弟派戦場で散ったはずでは。何？本当にメダルを3枚集めたのか。正直言って驚いたぞ。まさかそこまでやるとはな。よし、わかった。コブラとのレースをセッティングしてやろう。ただしコブラとのレースのやり方は今までとちょっと違う。コブラとのレースのやり方を説明しよう。レースはアイス、ウェット、ノーマルの3コースを順に走る。1回でもお前が負けた。ああ、やっぱ3コース全部走らないといけないんだ。その時点でコブラの勝ちになる。なんだよそれ。すごい判定じゃないか。3コースの合計の勝敗じゃないのかよ。え、じゃあ俺が初めに2回勝ってもノーマルコースで負けたらダメってこと？そりゃないよ。なんだよコブラ。それでチャンプを名乗ってったって、それでコブラ名乗ろうって、虫が良すぎるぜ。ハンバーグ恐怖症さん。バカ野郎、ドライのアスファルト、つまりノーマルコースが本当のゼロ4だ。それで負けるってことは実力がないんだ。レースをやる前から自分が負けた時のことを考えるなんて情けないやつだ。自信がないならとっとと日本へ帰れ。やっぱりコブラ長男派でこいな。じゃあノーマルだけやろうよ。じゃあノーマルだけでよくないの。よくノーマルだけ。ちっきしょ。そこまで言われちゃやらないわけにはいかないな。俺が3回とも勝ちゃいいんだろ。それからもう一つ、明日サーキットに行ってコブラに会ったらやつを挑発して、もしコブラが負けたら04を引退するという約束をさせろ。え？それはどういうことだ？お前も知っての通り、ロスでは04で金をかける。だが、コブラは早すぎて賭けが成立しない。誰もコブラの相手には賭けようとしないのだ。だからコブラを引退させたいのだが、やつには猛烈なファンが大勢いてな。誰かに負けでもしない限り、引退させることはできないのだ。そこでお前は戦うときにやつを挑発して引退の約束を取り付けるんだ。万が一お前が勝ったときのためにな。おい、いい加減にしろよ。黙って聞いてりゃふざけやがって。なんで俺が貴様のためにそんなことしなくちゃいけねえんだよ。俺はそんなこと絶対やらねえ。そんなこと言っていいのかな。確かお前の彼女野口かよとか言ったな。ずいぶん可愛い子らしいじゃないか。え、貴様どうしてそれを。なんで俺の彼女の名前知ってんだよ。何でも知ってるぞ。世田谷に住んでることもな。
彼女が大事だったら素直に私の言うことを聞いた方がよい。え、なんでお前日本の地名まで知ってんだよ。汚いぞ。彼女には手を出すな。手を出すか出さないかはお前次第だ。さあどうする？わかった。約束するよ。コブラに引退をかけさせればいいんだろ。だから彼女から手を引いてくれ。ワンダさんやで。いいだろう。私もあまり手荒なことはしたくないんだ。それでは明日サーキットで。あいつなんでカミちゃんのこと知ってんだろう。俺の知り合いだろこれ絶対。しかしあんな奴の口車に乗せられるのは尺だな。実はコブラの正体はお前の彼女だ。わらわら。何かいい方法ないかな。そうだ、明日サーキットへ行ったらコブラってやつと話をしているふりをして電話のことをみんなバラしちまおう。コブラには大勢のファンがいるらしいし、彼らにもこのことをぶちまけちまえば、カヨちゃんにだって手を出せないだろう。そして俺がコブラを倒して日本へ帰ればカヨちゃんを守ってやることもできる。これだ、俺って頭いい。よーし、明日頑張るぞ。誰だろう今頃。はい、ラックスですけど。なんでそうなるんだよ。お前にもう一つ言い忘れたことがあったんでな。貴様、なぜここの電話番号。この頃ナンバーディスプレイってあったんだっけ。この頃からでもナンバーディスプレイとかあったよね。何でも知っていると言っただろう。この声を聞いてみろ。ラックス君助けて。その声はマミさん。一体どうしたんだ。今どこにいるんだ。わからないわ。いきなり数人の男に捕まって目隠しをされて連れてこられたの。ラックス君、この人の言うことを聞いて。じゃないと私犯されちゃうわ。あ、やめてやめて。あ、おう、おう、マミちゃんならまあいいか。マミちゃんどうした。マミさん。どうだね、私に逆らおうなんてことは考えないことだな。なんで俺が逆らうって。俺の考えがこれ、俺の独り言がこれ盗聴器仕掛けられてるだろ。貴様汚いぞ。マミさんを返す。返してやるとも。ただしさっきの約束を守れればな。守るって言っただろ。お前の気が変わってコブラにバラされてもしたらまずいからな。この美しい女は保険ってところだ。電波少年でありましたね。この女の可愛い顔に傷をつけられたくなかったら約束を守ることだ。マミさんはでももう傷物だけど。マミさんもう徳の無心中古だよ。バカ野郎、顔は傷物じゃないだろう。顔は傷ついてないだろう。ま、バカ野郎、全く見れば見るほど素晴らしい女よ。わかった、絶対に約束は守る。だから彼女には指一本触るじゃねえ。いいな。いいと。このことは誰にも言うんじゃないぞ。いや、明日を楽しみにしてるぞ。ひどいやつだな。女性差別もいいところだ。まったく。そう、マミさんまで捕まってしまうなんて仕方ない。あいつの言いなりになるしかないか。死亡済みはひどいじゃないか。あ、マミさんのおじさん、実はダメだ、行っちゃいけない。どうしてここに。私が今日のお前の対戦者だ。え、ということは私が04の全米チャンプだ。そんなマミさん、そんなこと一言も言ってなかった。当たり前だろう。
お前が私に挑戦するなんてありえないと思ってただろうからな。どうだ、当たらず。コブラが。まったくマミも何を考えているんだ。こんな奴を相手にしてもしょうがないのに。そう好き放題言いやがって。けど寝泊まりさせてもらってる恩もあるしな。ここは冷静に。いや、マミさんは人を見る目があるんですよ。俺ならきっとアメリカでもチャンプになると思ったんでしょう。何？それどころじゃないんだ。俺はあんたが走ってるところを見たことがないけど、今まで戦った相手は全然歯応えのないやつばかりだった。あんただって全米チャンプなんて格好つけてるけど、どうせ大したことないんじゃないかな。貴様、そこで提案があるんだ。もし俺があんたに勝ったら、あんたを04から引退するってのはどうだい。バカらしい。なぜ私がそんな約束しなきゃならないんだ。だってあんたは全米チャンプだろ。俺みたいなひよっこに負けたら全米チャンプの名が廃るってもんだ。そんなやつが04を続けるってのはファンが許さないんじゃないの。だいたい俺に勝つ自信があればどんな条件だって飲めるはずだ。じゃあ私が勝ったらお前が04を辞めるのか。とんでもない、俺はただのチャレンジャー、負けて当然だろ。やめる理由なんて全然ないじゃないか。それでも何、俺と同じ条件じゃなきゃ戦えないの。え、それで全米ジャンプ、え、それでチャンプ名乗ってんの。おかしいな。クソ生意気なやつだ。わかった、その条件飲んでやる。レースのやり方を知ってるな。最初はアイスコースだ。さっさと準備しろ。俺の天才だな。まずアイスコースで勝たないと。大丈夫かこの。勝てないじゃない。アイスコースで勝てない。まだパーツを。やっぱパーツを全車にかつけないと無理か。テラのどんなあれだったっけ。乾杯。そう、負けちまった。マミさん無事だろうな。ズコ、口だけじゃないですか。口だけだな、俺だったね。もしもし、ラクさん、マミさん無事だろうな。あ、元気にしてるぞ。見れば見るほどいい女だ。あれ、マミさんを返してやれ。彼女には関係ないだろう。そうはいかなんな。いかなんなんて何だ、なんだよ。そうはいかなんな。お前がコブラを倒したら返してやる。いかなんな、わらわら。そうはいかなんな。汚いぞ。お前噛んだだろ。いや、いかなんなというのはこっちの方言だ。まずは一枚脱がしたぞ。お前が負けるたびに一枚脱がしてやる。汚くて結構。あ、違う違う。汚くて結構。この素晴らしい女を返して欲しかったら、一日も早くコブラに勝つことが、勝つことだな。あ、そうなんだ、キープのわけで痛かったな。準備ができたら電話してこい。このことを警察なんかにバラしたら、美しい女の命はないと思え。そう、マミさん、無事でいてくれよ。脱衣04って売れますかね。脱衣04。あ、脱衣04入ってますよ、これ。ちょっか対戦モード限定ですけどね。対戦モードで女性の姿がね、あの何キロで走ったら順番に、そう、負けたらとかじゃなくて、なんだっけ、裏技で入ってますね。スピードによって絵が変わっていくね。わがまんまはやめて。ラックスさんのトラウマが蘇るから。わがまんま対戦なら面白い。わがまんまも一人だとダメだ。テラノは、あー、どうしようか。ビッグターボ買っとけ。ビッグターボ買おうか。ビッグターボ買っとけ。もう一回ビッグターボ買おう。隙がないな。ゆっくり走ったらスッポンポンありましたね。ありましたね。ゆっくりスッポンポンなんだっけ。どうせなら全部ビッグターボ買っとけのがダメか。これビッグダブルだけどね。NSX がダブルだ。これビッグダブルだけどね。
スカイラインついてる。じゃあもう一個、もう一個ちょっとビッグダウンよ。ひどい構成だった。わがまんま。大変だった。じゃあ、バイトに行くか。4万。で、ビッグターボで勝てなかったらハイパーもつけないといけないか。よし。じゃあ、ポイントがね、組んでるかも、あの強い人って全力で、ま、周り応援するからね。あの、途中で。途中で。俺たち勝てないわ。ニトロ3つでクリアですか。よし。ニトロは1個あればいいんじゃないの。あ、ここはシューちゃん。間違えた。上ボイススペシャル。あるあるねえ、あれ音が消えたぜみたいな。バモラこういう音だ。結論、抜け作が怖い。抜け作が怖い。長期組だ。主だ。帰ろ。どうも。よし。躊躇だ。サンダーモビジ。サンダーモビジも威力ないな。二匹だけの方が早い。あばれ牛だ。牛殺しだ。よし。ここ女の子出てきませんね。女の子出てくるの。あそこなんかあったっけ。賞金組出てくるの。あそこなんかあったっけ。あの突き当たりはなんか出てきた。あ、普通のとこだったか。関係ないわ。虫殺し大山鉄だもん。よし。どうも。2761。指先一つでモーグルを倒す空手家の鏡。まさか。よし。キャンボーだ。よいしょガンマンだ。スーパーカー04で稼げると恐れてるんだけどな。まず当たらない。わら北九州志向は当たらない。ああそうなんだ。当たることあるんだ。あ待って和骨です。これわざわざ3体10万個くさないじゃん。3体で行かなくても。
え、西成じゃないの。機関棒、西成殴りかかる。機関棒め。あ、やっぱお面つけてた方が。天ヶ崎北九州市じゃないの。エンカウントは下がる若干下がるね。やっぱどうもラックスシティに決まってるだろ。小倉市に宿泊母ちゃんの体験だ。母ちゃんの体験だ。たまに倍率70倍超えが当たったりするから侮れない。わら。ウェットマン NSX じゃダメかね。ウェットマン NSX でノーマル NSX でこのスカイラインのビッグターボを外して、こっちにつけちゃう。ラックスシティ晴れべきだからこんなものでも。いやいや、ラックスシティはこうしちゃおうか。あ、ついでにハイパーチャージも持ってもらって。南アフリカよりもヤバいとか。ハイパーもいける。よし。いやいや、ラックスシティも平和と安全と。あんまり4速使わなかったな。象徴の年ですよ。アイスコースだと4速でも十分な気がする。ターボ2個の方がいいかな。パイナップルの隣にパイナップル売ってますからね。チャージャーとどっちがいいのかな。アイスコース以外だとどうです。4速。あ、いや、アイスコース以外は使ってないですね。入り口に車が他は6速の方がいいと思う。できないのがラックスシティ。ラックスシティにあるのは防御力だけですよね。アイスコースだ限定ですかね、4速はね。ラックスシティにあるのはないのは暴力です。ないのが暴力です。怖すぎる。よし、安全移動的。もう歩いて、女性子供がね、女性子供お年寄りが裸で歩いても全然襲われないのがラックスシティね。すごい。ラックスシティはコロナ感染者をゼロという安全な。そう、もうゼロですから。ウイルス全く入ってこない。もうコロナどころかインフルエンザとかもうゼロですから。もうね、すごい。もうインフルもゼロなんですかみたいな。すごいな、ラックスティ。完全除菌シティ。北朝鮮と一緒ですね。もう完全除菌シティ。感染者をやってしまっているのでゼロです。もしもし、ラックスだ。マミさん無事だろうな。美しい女のことは心配ない。僕らと戦う準備はできたのか。できてる。もちろんだ。俺が勝ったらマミさんを返してくれるんだろうな。心配するな、約束する。本当にマミさん無事なんだろうな。彼女に代われ。疑い深いやつだ。ラックス君、マミさん無事か。何もされてない。今のところはね。早く助けてよ。私を助けられるのはあなたしかいないのよ。分かった。今度こそきっと勝ってマミさんを助けるよ。待ってやで。なんで相手の声になってんだよ。もう少しの辛抱だ。じゃあ明日サーキットに来いよ。負けたらもう一枚逃がす。37で重殺しないよ。今度こそ絶対勝たなくちゃ。あと準備して今日はもう寝よう。いい加減他のも食べたいのよ。早く助けて。助けて。筋ばっかりよ。よし。マミさん前受け身できるかな。前受け身で潰されちゃうわ。あ、ダメだこれ。何秒だ。12秒20か。これはひどい。12秒20出すんだね、向こう。明日準備してもう寝よう。そう。変更する時間ないんかい。何、鼻フックだけはやめて。鼻フックだけやめて。そうはいかなんな。アイス早さに。そうはい。
ルトテラノでやってましたね。いかなんな。いかなんな。いかんな。しかしキングは何も要求しないんですね。もうチャンプだからね。キングだから。キングで。ビッグハイパーハイパーの方がいいのかな。ハイパーでもうまかったね。アイス派ガリガリ君かアズキバーでお願いします。ハイパーないのか。あ、でもミドルの方が普通にミドルの方が良かったっけ。え、違うな。今年の PC エンジン名言集に追加されそういかなんな。ミドル、もうマミさんがバラバラですよ。ビッグミドルハイパーみたいな。これでいってみよう。ガバガバにされて2つでもいけそうな。後半の加速が足りてない。後半の加速しないもんね。よし、もしもーし。あ、待ち、あ、もう一回やってじゃない。バカ野郎、準備もできていないのに電話してくるな。前からマミさん派だぞ。マミさんは いきなり来るからな。いきなり人の家来て裸になるぐらいだからな。ヘルフ君、よし。マミとイチャついてる時に電話しやがって。まったくいいところで。ビッチですよビッチ、頑張れ。よし、頑張れバツさん。うん、やっぱビッグはもう一ついくな。もう一つ買うか。マミさん狂言の可能性がありますね。マミさんね、親父がいかけて全裸モデルしてる。プレッ、どうも。どうはいかなんな。どうも。もうパンツしか残ってないぞ。はい、もう厚着してるから大丈夫。それスパーなマミちゃんだっけ。ビッグの3つ掛けですかね。ねえ、ビッグ3つも買うのちょっとね、高いんだよな。4万も8万だからな。それに、それ攻略サイト書いてあったんだよね。もう厚着にいるんですか。攻略サイトに、ということはビッグ3つ掛けを6つ買わないといけないってことだよね。途中で変、パーツのチェンジできないから。ビッグ6つも買うならニトロ買った方が早くない。このビッグをちょっともらって。ビッグ2個のハイパーチャージャー。これで勝てるかやってみるか。どこにいるんだろう。なぜ世田谷にいることが分かったんだ。神奈川県厚木市ハーノゴムの一大産地。ウスックス川なかったら余裕でしたね。よしよし、 NSX 買わなくてよかったかもしれないね。スカイラインで行けたかもしれない。ミスらなかったら勝ってたわ。ビッグ2個で勝てるな。もう手を剃るしか残ってないぞ。よし、もうこんにちは、マミさんは。リさんいらっしゃい。私のって言わないかな。惜しい。私のことはいいのでは言わないね。勝ったな。ということは NSX にもビッグをつけないといけないか。 NSX だったらあれ、ミドルだけでいけないかね。
ドルハイパーハイパーで。よし。おはようございます。よし、434個目のワイドです。ちょっとキュッと言ったけど、あら、さっきのあれ、さっきのギアチェンジ型、あれ、さっきギリギリだったのね。あれ、さっきよりギアチェンダメだった。そう、電話代が。あ、消えた。コネコブラの後にラスボスがいるんですか。いや、コブラで終わりです。あのラスボスの正体は意外な人物が、ラスボスっていうか、あの電話の男はね、だったはず。なんかタイムがさっき12分20出したのにな。何が誰なんだ一体、ここら辺で。来ちゃう。日本にいた頃いろいろアイテム見てきた友達でしたよね。ウトアの方が早いってことありませんよね。アイスだったら多分テラノでいいと思うんだけど、テラノしか使ってなかったけどな。ポリスって言わないから日本人かな。招待派空港で待っていたアイスとか、遅くなったら結構違うかな。実はあの弟が成長してあの弟が成長してるのか。わらわら。あのね、で、あの空港で捨てられた恨みを晴らすためにドラマチックな展開が、だからみんなの住所も知っていたのさみたいな。空港で待ちぼうけ食らった恨みを、ね、恨みを晴らすのために、そんな理由で、わらわら、そんな理由で今まで。いや別に悪いことしてないか、04のチャンプなんだな。ダメだ、全然ダメ、遅くなったわ。じゃあもう一個ビッグ買うか。しょぼん。スタートの出遅れはしょうがないないんですか。スタートの出遅れはね、ビッグだと、あ、ハイパーを3つにしちゃう。じゃあ
ハイパー三成になる。そうはいかなんな。ビッグターボだとスピード上がるまで、スピード上がるまでがね、時間かかるから。あ、ハイパーじゃなかったっけ。なんかスーパーあるの。ラグが大きいですね。ラグはね、ハイパーってもう一個なかったっけ。気づけてる。ビッグハイパーハイパーハイパー3つとか。ハイパーじゃん。ハイパービッグハイパーハイパーできてるぜ。もう何回目だこれ。もう、ま、マメさんもうすっぽんぽんだなこれ。あ、ギアも落としてなかった。ギア戻してなかった。読むとこの方がいいや。ていうふうにピアスを解けられた。そう、何日目だよこれ。マミさんが一緒さんに、このまま一緒じゃないわ。マミよ。黒幕、私の上で元気にしているぞ。私の上で元気にしているぞ。なんだよそのフンっていうのは。逃げた。マミ、わざと負けて電話で状況確認してない？そんなことないよ。そんなことないよ。それが楽しみだって言えない。四つん這いになってケツを出してやがるぜ。電話越しで興奮してない？ズコ。まあ大丈夫。グラフ服着てるから。くそー、今度こそ。お、いけるじゃない、いけるじゃない。ハイパー。あれだよね、監禁されてる車って無謀ってやつだよね。ハイパー。どうださか、まあ見ろ。コブラだかなんだか知らねえが大したことねえわ。お前、ちょっと待って。お前一体俺様に何回負けたと思ってんだ。今のはちょっとしたミスだ。偉そうな口を聞くのはあと2つかってからにしろ。あ、でも NSX 何時出たっけ。一回買ったら吠える。買った途端にこれだよ。買った途端にこれだよ。あー、しまった。ウェットね。ウェット忘れてるわ。もうすいません。ウェットがあれなんだよ。ホイールスピンしまくり、わら、惨敗、わらわら。くそー。ズコ。ウェットちょっと鳴らしとかないとな。やっぱウェットはスカイラインの方がいいのかな。それとグトアの四駆の方がいいような。下手になってるぞ。下手になってるぞ。 MR じゃダメなのか。じゃあ3台分買わないといけないのか。
まあテラノはいいや。マミさんもウェットな。ビッグハイパーハイパーにしとくかじゃ。ビッグあったっけ？ビッグ1個買わないといけないか。しょうがないな。ここに点スックス不要です。ノーマルコースで活躍してくれるはず。ノーマルで。ここもハイパー？ビッグとハイパー。みんな同じセッティングでいいとしたら。あれかな。スーパーで、いけない？どこがウェットなのかな？何を言われるんだ？ミドルスーパースーパーで、いけませんかね。ちょっと、試運転してみるか。ちょっと。マミさんの股間もウェットか。うん。ウェットコース！とりあえず500で、400。はい。レースグリーン。ゴー!11秒8に、さっきだ、何秒出してたかな。レースクイーンよ。11秒82。10秒だった。うわ、じゃあ10秒台出ないとダメだな。じゃあやっぱターボは かけないとダメか。ターボ買わないと。ターボかハイパーを。私は一緒よ。私は一緒よ。違うわよ。違うよ。マミよ。マミでーす。下道がいい感じ。ああ、しました。短足いるの。よく見せちゃう。え、その声は一緒さんですよね。え、違うわよ。マミと声優さんが同じだぞ。マミさん、昨晩 A クラ見つけましたか？ A クラの人とは別よ。間違えた。ヤバセバビです。ヤバセバビです。間もなくお時間でございます。一緒さんがレッドでも需要ないですよね。あるわよ、もう。61か。ヤバ。ビッグ買うか。ビッグ3台に取り付けるか。いや、ラスト一発やって、今日はやめて、来週お金貯めてもう一回ね、挑戦ですね。マミさんの運命はいかに。マミさんはどうだってしまうのか。一緒さんに立つとはみんなおやつとなりますからね。マミさんはどうだってしまうのか。マミさんの低層は守られるのか。それはまた来週でございます。PC エンジン04ジャンプ2は毎週土曜日やってます。はい、オズでした。はい、オズでした。オズでございました。オズ、オズです。オズです。オズでした。おっぱいです。友情でお会いいたしましょう。おつまみ、オズでした。はい、オズでした。ジャンプ、はい、おつつジャンプです。おつ、今日は外れまくったな。ジャンプばかりで。え？前半寿司コーナーがあったから、それで勘弁して。